めまして、ゆうとれです。トレーニング動画は巷にたくさんあると思いますが、一緒にゆうとれ。これは正しいトレーニングをわかりやすくがモットーです。最短で美ボディ目指して頑張っていきましょう。今回フォーカスするのは、腹筋。パーソナルトレーナーをしていると、ぽっこりお腹に悩んでいるお客様を多くお見かけします。これからご紹介する5つのトレーニングで改善していきましょう。最初はクランチです。腹筋の上側を鍛えていきたいと思います。手を前にしてこのまま上げます。しっかり息を吐きながら行っていきましょう。お腹を丸めながら行うことがポイントです。前に物があると思って手をタッチするようなイメージで行っていきます。最後まで息を吐き続けてください。続いてツイストクランチです。くびれを作るトレーニングです。行っていきます。これもしっかりと息を吐きながら、くるぶしをタッチするように行っていきましょう。タッチ、タッチ、タッチ、タッチ。しっかりとタッチするように、そのまま続けて行っていきます。最後まで息を吐きながら、行っていきましょう。続いてお腹周りをきしめるプランクレッグツイストを行っていきたいと思います。まず最初にプランクの姿勢を作ってください。このままお腹を横に、お尻を地面につけるようなイメージで行っていきます。地面にしっかりタッチする、タッチしてこれを続けて行っていきましょう。これもタッチするときに息を吐いてください。続いて下っ腹を引き締めるネックレイズを行っていきたいと思います。頭の後ろに手を置いて足を上に上げましょう。このまま下に下ろす。手を上げる。下に下ろして、はい。この繰り返しです。下ろして。下ろしたときに地面につけないように。地面スレスレまで下ろして、この繰り返しでいきます。息吐いて、吸う。吐いて、吸う。この繰り返しです。続いて、お腹周りを全体的に引き締めるバイシクルクランチを行っていきます。頭の後ろに手をついて、足を上げましょう。このまま、肘と膝をタッチ。タッチ。タッチ。しっかりと肘と膝をくっつけるように行っていきます。足もしっかりと膝を伸ばしきるように、しっかりと息を吐いて、立ち続けに息を吐いて行っていきます。今回の腹筋5種目、これを行うことによってお腹周りを全体的に引き締めて、さらに女性でいうお腹の縦線、さらにお腹のポッコリお腹、こちらも引き締めることができます。ではまた次の動画でお会いしましょう。